その DJ 社長っていうやつと対談した。例えばインドネシアとか、はい、タイとかって人口がめちゃくちゃ増えてるわけですよ。で、この間ね、そのインドネシアに今すごい、その力を入れてる、レベゼンホックスっていう YouTuber のグループがいて、その DJ 社長っていうやつと対談したんですね。じゃあなんでインドネシアなんだ？もうだってインドネシアってもう人口3億人ぐらいいるじゃないですか。で、今でも増え続けてるんですよ。5億人ぐらいまで多分行くんですよ。ええ。なんですけど、まだ平均所得が低いんで、うん、YouTube、その1登録あたりの、あ、1動画広告あたりの単価が日本の10分の1以下なんですね。安い日本のさらに安い。めちゃくちゃ安いんですよ。うん、そういや、その YouTube の広告単価なんですよ。だから広告をバンバン投入して、はい、俺は日本で一番売れてる DJ なんだみたいな。はい、まあ、実際、福岡ドームとかでライブやったりもしてるんで、うん、その映像をボーンで流すと、その現地の一番すごいやつとかとコラボレーションできたりして、要はすぐ何十万人って増えるんですよ。そのフォロワーがね。そうすると、日本から来たガイタレのすごいやつみたいな感じになって、まあまあちょっと詳細は省きますが、すごくいい投資になる可能性は高いですよね。例えば、この間僕久しぶりにタイのバンコク行ってきたんですけど、バンコクは行くたんびに経済発展してるんで、で東南アジアのやっぱハブになりつつあるわけですよね。はい。で、バンコクはもう本当にバンコク一極集中なん で、日本と違って、あ、日本でそういう地方投資がなんでいいかっていうと、日本の場合は均等に、その国土の均一ある発展みたいな過去の政策により、はい、全国津々浦々に高速道路網が整備され、しかも、携帯の電波どこ行っても 4G 繋がるし、上下水道とか生活道路のインフラも完備されていて、電気もどこでも繋がるみたいになってるんで、だから地方投資ができるって話ですよ。タイとかはそうなってないんで、地方に行くともう全然まだガタガタなんで、バンコクだけの話なんですけど、まあでも、人口が増えてて、若い人たちが多いところっていうのは、もう一般的にポテンシャル高いですよ、と思いました。うん、で、そこに、やっぱ SNS がある。スマホがあるということで、その、ハンディキャップがなくなりましたよ。ええ。インドネシアで物作ろうが、メディアを作ろうが、その日本で作ろうが、同じですからね。チャンネル登録もよろしく。